決まった一日でした。今日私 TikTok 以外何もしてない。 TikTok ともそう有料のメールと思ってその2つをして生きてました。本当に呼吸とそれしかしてないもうね、もういや本当にもうあーもうって感じだったんですよ。まず何やるかはちょっと決めていたので、そうハニーワークスさんのファンサー好きになってもっとやりたいってね思ってて、ちょっとその理由なんかもねメールとかにも書きたいなと思うんですけれども、なんか実はその曲の歌詞がすごい好きでして、うんとサビももちろん好きなんですよ。好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった投げキスで、もう本当にサビもねグッジョブに大好きなんですけれども、サビ以上にA メロと B メロサビ前の歌詞がすっごいもう大好きで、なんかそれに励まされた言葉ファンサーをしました。見てくださったかな、ありがとうございます。それでですね、撮影はですね妹ちゃんがもう何時間も、もう4時間近く付き合ってくれました。ありがとうございます。なんかねここ自分の部屋で結局撮影したのをね使ったんですけど、玄関で撮ったり寝室で撮ったりで客間で撮ったりで最終的にここで撮った4部屋も4部屋分撮りました。あと髪型とか変えたり服変えたり振り付けフリーのところ変えたりっていういろんなね何通りいろんな通りをやったらすごい時間をがかかっちゃってね、妹を拘束してしまったというでもその初めての個人投稿だし、あの多分ダンスするとあと結構レスみたいな感じの曲だからみんな喜ぶんじゃないかなって思ってはいやってみました。うん、そうネバーギブアップなの。だから妹がちょっとやみそうになってたから私が笑わせながらはい撮りましたね。うん、報酬はお母さんがねあげてました。あれあげてました、アイスアイス、進撃の巨人のアイス、私がメールに載せたやつの他のバージョン。うん、嬉しい、予想以上の出来だって嬉しい。そうなんかねコメント欄もさっき見たらもう50、60個ぐらい来てたし、いいねも200個ぐらいあったからもう感激と思っていて、はい皆さんありがとうございます。本当にいいねとコメントと見てくださった皆さんありがとうございます。コメントとかもね私もう全部にこう目を通させていただくので、ちょっとまだしてないよとかまだしたりたいよという方はねぜひコメントをしてください。そしていいねもよろしくお願いします。あちょっと飛躍はわけがあって落ちちゃって落ちちゃってちょっと別の場所に飛躍しちゃったんですけど、でも捨ててないです、あります。ありがとう気づいてくれて、さっきしたありがとうございます、ありがとう母ありがとう。そうなんか名前見たら結構ショールームとかメールで知ってる方が多くて安心しました。ありがとうございますね。なんかさ久しぶりにその外へ発信するツールをいただいて、そのコメント欄だからちょっとドキドキしちゃうんだよね。でも本当に温かい皆さんで安心しましたし、他のメンバーの投稿とかにもそういうコメントがあると絶対みんなやる気になると思うのでよろしくお願いします。インストールしてない人いるの誰ちょっとインストールしてない人出てきてください何にも起こりませんけど、投げキス4分は数で小さかった。あのね恥ずかしくてあえてです。本当は投げキスのところにキラキラギャギャーみたいなフラッシュみたいにしたらお母さんがそれ見たお母さんが何これ具合悪くなるって言って、ち
ょっと目をやられちゃいまして、だからあ、私の方の人確かそのファン調査で目悪い人いっぱいいたわと思って、それで目悪くなっちゃうと思ったのでやめて4分割にしちゃいました。恥ずかしかったからそうだからお母さんなんかついその出たところ、なんかね、そのね、その加工が多分みんなの想像してる以上のバチバチなの、花火の一粒みたいなバチ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 っていう格好してた。そう、ファン調査に基づく結果で。そう、でお母さんがしばらく暗い部屋じゃないと目開けられなくなっちゃったっていうトリプル重症になっちゃったので、はい、みんなもそうなると思ったので4分割という手に渡りました。そう、あとファンサしちゃうぞの最後もウインクしたのでね、最後まで見てくださったら嬉しいです。そう、でもお母さんその後にさ、あ、これまもうあるんですけど餃子を、待って、これもう作り方思いっきり忘れた、ちょっと配信前に予習しようと思ってたんですけど、まさかのこう TikTok ともう一つの課題が、あの私にはちょっとドスンと来てしまって、あの何にも予習も復習も何にもしなかった。クマありがとう、ありがとう、うん、ということで、本当に予習しようと思ってたんですけど本当にしなかったし、ネギトロにも見えるどうするんってやばい。とりあえず、みんなその画角で見えるんで、見えませんよね、ここの話なんて、みんなが見えるようにしなきゃな、ちょっと飛べ、飛んで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 、ここなら見えないね見えないじゃんどうするの、見えないじゃないか飛んだのに見えないという、え、こういうことですか、どういうことだ、あっ、ちょっと、え、見えない、あ、分かった、これこうすればいいのかな、あー、分かりました、ちょっと待ってください、テーブルって引きずっていいのかな、傷ついちゃうか、うん、見てほらこのまま作るの大変だな、うん、え、どうしようかな、誰、見える、うん、どうしよう、よい子らせ、見えない、だって見えなくてもいいということ？それはダメだよね。じゃあ分かりました。ちょっとさ、これ配信でやるのもどうかと思うけど許してください。みんなのことこれに取り付ける。みんなのことこれに取り付けるね。ちょっとガムテープあって申し訳ないけど、この子にみんなを取り付けたいと思います。じゃあまたみんな飛んで。せーの、よいしょ、飛んだ、で、え、どうやって使うの、あ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 、使えそう、あ、あ、使える、みんな飛んでて、よし、着地しました、着地大成功、これでどうなったのって言うんだよ、そうそう、こういうことです、私がしたかったのは、で、あ、一部分が見えるとあ、これでどうですか、これで一部分が見える水だったの、これこぼれちゃったよ、はい、じゃあこれでハリキッチン行きます、まずは手を拭いていきたいと思います、よいしょ、除菌
あ、そう、この椅子すごい汚いの。小学校1年生からずっとこの椅子使ってる。この子ですね。あ、間違えた。ん？ん？すごいね。危ない。これ除菌ティッシュをさ、こうやって開けるとこだった。あの、ポテトチップスみたいに。おいおい、こら。よいしょ。じゃあ拭きます。鼻が。手はよく拭きましょう。さっきも洗ってきたけど、私髪の毛触る癖があるので、ちょっとよく拭きたいと思います。あ、また触っちゃった。うん、よし。え、じゃあちょっとただ作るだけじゃ面白くないので、あのタイムアタックにしたいと思います。イエーイ。じゃあ1分間でどのくらい作れるかという風にしたいと思います。で、ストップウォッチがないからどうしよう。今思いついたんだよね。ストップウォッチある人いる？だ、私が数えればいいのか。なるほど。じゃあ私が口で数えたいと思います。じゃあ1分で目標は1分で3つ作りたいと思います。1分で3つ作るぞ。いきます。よーい、いくよ。よーい、ドン。1、2、3、4。あ、これどっちがどっちだったっけ。え、粉が表ですか。粉が表。4、5。粉が表ですか。誰か助けて、忘れちゃったよ。どっち。6、7、8、9、10。え、待って、もう誰か、どっちですか。どっち、どっち。11、12、13。え、どっち。あ、誰も知るかな。どっち、誰か。20、21、22。じゃあちょっと粉に具材を当てるっていうのはないと思うので、粉じゃない、あれ、どっちが粉じゃないの。あ、粉じゃないようにしたいと思います。じゃあ21で、こちらを入れたいと思います。25ぐらいで、あ、これは覚えてます。水をここにくっつけて、30、31、32、33、34、35、36。手が震える。やばい、なんか下手くそになってる。作んないと下手くそになるんだね。40、41、42、43。できました。できた。いや、へこたれないぞ私は。え、でもね、意外に綺麗じゃない。綺麗じゃない。あった、意外に綺麗だった。ください。はい。じゃあデリバリー餃子。あ、ありがとう。お母さんが来てくれました。ストップウォッチとお母さん。じゃあ、え、1分がいい。じゃあ1分で3つは無理じゃない。無理かな。いける。じゃあちょっとお母さんが1分トライアルしてくださるみたいなので、もう本気でいきます。カイリ本気モード。いくよ。え、待って、粉が表か裏か教えて。あ、え、表だった。間違えた。じゃあこれ、じゃあ粉だらけだ。まあ、いっか。え、粉に具材をつけるってこと。どういうこと。あ、手の方ってこと。ありました。じゃあ合ってました。いきます。いいよ。よーい、スタート。始まりました。え、もう本当に本気なので具材ちょっとしか入れない。で、お水。あ、やばい。見えてない。あ、くっついちゃった。くっついちゃった。え、くっついちゃった。え、くっついたっていいってこと。いや、違うよね。え、
くっついちゃった場合どうするの？え、剥がれない、え、ちぎれるどうしようこれ、事故くっついた、え、あと10秒くっついちゃった、ちょっと、ちょっとやり直してる1分3つは厳しかったみたい。ちょっとこの子を補正します。これ多分私食べられないかなあ、でもなんとか補正成功、成功具が飛び出そう。そう、愛情でカバー。じゃあ何分に何個がいいんだろう。やっぱり1分で1個5分あ、もう一回、ちょっともう一回チャレンジします。ちょっともう2個作ってコツつかめてきたので、ちょっと本気でいきたいと思います。いいよ、よーいどん。じゃーん、はい、おー、すいません、すいません。ん、待って待って待って、できる、あ、できた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 、はいはいはい、できましたできました。40秒できたあ、待って、具が少ない具が少ないみたい、これは。確かに、でもできた。じゃあみんなにプレゼントしちゃう。帰りファンのみんなへ、いつもありがとう。このまま食べたらダメだけど私の本気だよ。部長が本気出したら、1分以内に1個作れちゃいますこれママどうやって片付けるんだっけ、どうやって並ぶんだっけ、こうだっけ、こうだっけ、はい、ありがとうございました。ということでお母さん帰りますベランダから帰ります。寒いのに外ごめんなさい。じゃあ今度はちょっともうタイムトライアルは終了なので、あの美にこだわりたいと思います。あ、ニンニクは入れてないですね。これはですね、お母さんすごい材料書いてくれてる。キャベツ、ニラ、ひき肉、味付け生姜少しを出そうです。ありがとうお母様。美の餃子いきます。でもね、具材って多いとダメなんですよ。ダメじゃない、からし入れちゃう、ちょっと待ってね。でもね、あ、作ってます。え、待って、手が震える。なんでだろう、なんで震えるんだと思いますか。誰か答え教えてくださいなんで私の手は震えるんですか、なんで、あれ、待って、美にこだわったはずがさっきよりクオリティ落ちちゃったクオリティ落ちました。ここら辺がちょっと美にこだわったはずなのにすいません。緊張か、緊張、ごめんなさいちょっともうちょっと美にこだわり、美を追求したいと思います。気を取り直して美を追求します。すごい、手が粉だらけ。全然いいけどね。あ、裏表間違えちゃったかな。え、間違え、なんかもうどっちかわかんないな。美を追求します。ちょっと部長ね、最近もう部員さんも増えたし、部員さんもねちゃんとお家で餃子活動をねしてくれてるから、ちょっと部長の私がしっかりしてみんなを引っ張っていきたいと思います。そのためにはまずここ、ああ。
美の餃子。具少ないかな、まだ美美だよ美。これどうですか、皆さん受け取ってくださりますか。はい、あー生イエイエイ。今度はえ、美しいってやった、嬉しい。やっぱり具少ないかな。あ、待ってください、まだ餃子部に入ってない方はね、この機会にぜひお入りください。餃子を食べてハッシュタグ NGT 餃子部。じゃあ今度具をいっぱい入れてみたいと思います。もうこんぐらい入れちゃうとやばいからと見せかけてこんぐらいにしちゃいます。このぐらい、あのこれでもあんまりかな、もうちょっとか。追加追加追加、おぼぼ、いきますよ。あとね、キャベツだそうです。入れすぎたら閉まらなさそう。確かに、いきます。えい、あ、待って、破けちゃった。え、ここ破けちゃった、破けた餃子破れた。破れた場合どうなるんですかね、どうなるんだ。やばいかなやばいかな、破けたら。ほい、見て、新しい包み方してみた、包み返り包み返り包み返り、うわー、びっくりした、落としちゃったかと思ったら皿に落とした危ない危ない危ない、ドキドキしたドキドキした。じゃあ私が、あの帰り巻き、帰り巻きっていうの、これ帰り折りをレクチャーしたいと思います。帰りを、なんだっけ、帰り巻き、帰り折り。ちょっと皆さんもね、手作り餃子の際は帰り折りしてみてください。まず入れるじゃないですか、水をね、つけるじゃないですか。帰り折りはね、ちょっと難易度高めなので、ちょっと2個に1回ぐらいしか成功しないかもしれない。でね、こうパタンとするんですよ。したと思ったら、ここのここをキュッてやって隙間を作る。で、その隙間を右にスライドという方法です。これを隙間、最後まで、端まで繰り返す。これが改良になりますあ、そうです、本人ですら成功率 50% なので、こう皆さんがまあできたらすごいです貝料理、皆さん手作り餃子の際は貝料理してみてください。多分本当は他の呼び名あると思うそれはそう。あー、ちょっと待って、手が震える、震えるぞ、左手が震えやすい、震える、震えてどんどんボロボロになってくるあ、成功。はい、帰り折りの餃子です。帰り折りが成功するとこうなります。なんかさっきの餃子と似てるけど違うんです、帰り折りです。こっち難易度高め、これを食べると幸せになれます帰り折りだから、あおそう、餃子の呼吸1の方、餃子折り、帰り折り、ん ?1 の方、あ、違うな、餃子の呼吸1の方、帰り折り、うん、そう、これを食べると帰り押しになる、それで幸せになるって部長が言ってた。残りもあと3枚となりましたね、引き続き頑張りますえー、見てるだけで幸せだって、ありがとう、こんな私の自由な配信を。見た目がいいねだって、ありがとう、うん、炭治郎、うん、
最新話まで見たよ。そう、みんな一緒に帰り惜しになって幸せになろう。よし、いきます。じゃあ具材入れます。やっぱり具材はね、多いとね、入んないしね、あの破裂、破裂というか膨らんじゃって、そう、生地に収まらないから。じゃあ次は何にしようかな。え、なんか他に方法ないのかな。2枚使っちゃうとか、え、これっていいんでしたっけ2枚使っていいの。どうしよう、他に売り方何があるの。ちょっと待ってねいいいいよ、わかった。じゃあ餃子の具をいっぱい食べたいという方、その方は、具を2倍にしていただいて、平べったく盛り付けていただいて、この餃子の皮をもう1枚用意して、ここでサンドしてくださいこれ大丈夫、あ、待って、これやった、雑誌でこれやったから大丈夫だ多分。それで多分このままだとパカーンって開いちゃうので、あ、わかった、ここで返り売りすればいいんだいいこと思いついた。さっき1枚の餃子を重ねて改良りしたじゃないですか。そうじゃなくて、これはあの2枚で改良りしてください。ちょっとこれすごいね、ハイテク、ハイテクノロジーこれ激むずい。そう、改良りをしましょう。あ、でもこれできるかもそう、ハイテク、これ履いてくよ。ちょっと待ってね。えい、あ、そうだ、生写真がね発売されるんですけど、私もね、それもね、妹ちゃんとタッグを組みまして頑張ったから、みんなに見てほしい生写真、見てほしいというかね、私のを当ててほしいなできた。え、待って、いいんじゃないこれ。ほら、帽子みたいになってる、こんな感じ、帰り寄りの、なんだこれ、 UFO みたい、いい感じになった。入れちゃおう。そしてじゃあラスト1枚はすごい綺麗に作ろうと。そう、生写真もね、あのセルフ生写真みたいな感じなんですけどね。そう、あれ待って、なんか言おうとしたことあるぞ。あ、そうだ、みんなに嬉しいお知らせがある。ちょっと餃子包み終わってからにしようかな。嬉しいお知らせっていうか、違うな、私が喜んだお知らせ、みんなが喜ぶかは分からない、私がすごい嬉しかったお知らせがある。私がだから、ちょっとみんなが喜ぶかというのは分かりませんけど、美しく、じゃーん、最後にふさわしい完成。これで全部終わりです。それでちょっと2枚餃子がすごい場所を取るな。完成、完成しました。あ、 TikTok 私も更新したよ、みんな見て、TikTok よかった、ありがとう。そう、美味しそうに完成しました。イエイエイ、これはお母さんが焼いてくれるのかな、はい、焼いてまたメールなどに載せたいと思います。イエーイ、あ、そう、 TikTok のあの上着を脱いでこれにした。イエイエイじゃあメールでお待ちくださいませ。そしてですね、よいしょ、できた、できた。ちょっとね、焼くのは禁止されてまして、お母さんがいないと焼けないんだよね。
よし。で、じゃあ元の位置に戻したいと思います。じゃあこれを、あ怖い、どうしたの。あー、そういうことか。この餃子はよし、ここへあ、ちょっとお母さんがノックしてるぞ。あ、いいよ。あ、ありがとう。おしぼりが来た。おしぼり来た。これで手をきれいに。あ、かわいい、グレ。グレグレかわかんないけど。よし、じゃあみんなまた飛んでもらうぞ。事故りそうで事故らない。よし、はい、ノー事故です。ノー事故でここまで来ました。うん、ちょっとね、うん、はい、それでテロップをなくして、フォローお待ち、ち、ほい、あー、はい、無事に餃子を包み終わりましたはい、包み終わりました。焼き終わったわけでも食べ終わったわけでもなく、包み終わりました。で、ノージコありがとう、見てくださった皆さんありがとうございますね。あの、ぜひ帰り折りを、帰り包み、帰り折り、帰り包みをしてみてください。イエイイエイそしてですね、あのね、あの17日のの特別配信あるじゃないですか。メール取られてる方は分かると思うんですけど、昨日会議をしたんですね、あのオンラインで、オンライン動画、オンラインビデオ通話というのかな。そう、その時にね、なんかもう嬉しいお知らせというか、あの10人以上10人以上応募あったよってマネージャーさんに言われて、私はすごい嬉しくって喜びました。申し込んでくださった皆さんありがとうございました。ということで10名以上いらっしゃったということで、もうそれが嬉しくって、うん、で、いや、みんなはないって言ってるじゃないですか。ないないっていうのは、その10人以上はいるって言ってくださってるけど、でもなんか実際にメールをね、もう隅から隅まで読んだんですけど、10名いらっしゃらなかったの、私のところにいなかったから、もしかしたらはい、もうっていう感じかと思ったけれども、でそれがすごい心配で、うん、そう、すごい一人で心配してたから、本当に良かったです。もしかしたらメールで、メールで言わ、なんだろう、あ、多分全部当たってないから書いてないということなのかなわかんないけど、そう、すごい、あの、ほっとして、ちょっと17日に向けて頑張れそうです。申し込んでくださった皆さんありがとうございます。ありがとう。あ、返信してなかった、まだ。あ、報告義務はないけど、なんかこ、一昨日ぐらい、昨日かなの朝メールとかで、そう、あの17日のことをね聞いたら、そうだったけど、嬉しい、よかった、頑張ります、頑張るよ。うん、頑張る。まだ意外に時間ある、2週間ちょっとあるということで、当選祈願当選祈願。そう、今いっぱい準備してるの。うん、締め切りはいつだろうが、いつなのかな。なんか、あの、
8時から20時から21時の配信予定なんですけど、なんか今考えてるのと2時間分ぐらいになってて、だからちょっと削って1時間を超えると思います。1時間ちょっと感じです。1時間ちょっとぐらいだし、あの何か食べたりするかもしれないからそう、何かでも1時間より狭まる、1時間より短くなることはないかな。うん、こうせっかく当ててきてくださる皆さんということで、できるだけ長く配信しようと思ってます。許される限りマネージャーさんに止められるまではい、配信します。お楽しみに。そう、ゲストはマッシーです。ん？メール来た？うん。うん。なんか、そう、生写真の話しますね。セルフ生写真だったんですけど、この生写真もね、あの、すごい、佐藤家を、なんていうの、にぎわせてしまったというか何、佐藤家をどん底にじゃなくて佐藤家のみんなの助けを借りましたすごい、お楽しみに。そう、総動員です。そう、お家でお撮影しましたどん底ではないな、違うわ表現が。さあ、総出で、そう、そうで、もうね、集めてほしいやつがあるの。集めてほしいやつというか、そう、おすすめっていうのがあるから、おすすめ、うん、やっぱりね、お家で撮るっていうのはすごいね、大変だなと思ったし、あのいつもメールとか SNS 用の写真って携帯のスノーとかユーライクとか、あのそういうカメラアプリで撮ってて、フィルターも使えるし明るくも暗くもできるし、動物もつけられたりっていうのなんですけど、なんとノーマルの携帯電話の付属カメラで撮ったんですけど、そうパシャって撮ってみて、なんだこれって思って、なんだこの顔は、やばいやばいと思って、じゃあ顔が弱くてもその服装とか壁紙とか光とかちょっとこうしようあしようって、はい、そう、なんじゃこりゃって一回パシャリしたらそうなったから、そうだからびっくりしたけど、そういろいろね変えて、いい作品に仕上がったと思うので皆さんぜひゲットしてください。そしてオフショットもあるので送ります。うん、あのね、補正とかそういうねレベルじゃなかったの。これは多分誰も補正できないしきれないものを生み出してしまいそうになったからそうなんだ。オフショット、そう、オフショットもあるのでね、お楽しみに。ゲットできなかった方はね、オフショットと一緒に餃子を食べてくださいふん多分一人暮らしのメンバーは自撮りなのかな、うん、没写真いっぱいあります。没写真いっぱいある。なんかね、最初ね、壁紙じゃなくて、あのラッピング紙、あ、これだ、あった、ラッピング、こういうラッピング紙を壁に引いて撮ってて、それで、あ、いいのできた、よし、これにするぞ、ママ見てって言ったら、お母さんに何これって、多分これお金出して買ってもらえないんじゃないって言われて、でも確かにこれはみんなそうだって思って、急いでこのラッピングではなくて本当の壁紙を用意して貼って撮ったという感じ。そう、ダメだしでも言われてみれば確かにって思ったから、じゃあそれの、あの違いとかを送りたいと思います。ほい、そうそう、ということで、
今日はじゃあこのぐらいにしようかな。あれもうちょっと時間が。23時12分。お、いい感じ。あさってとしあさってがね、そのツールームでする公演的なものなので夜の予定です。なのでもしよろしければ見に来てください。さいさい。鶏肉と豚肉の違いは余裕ですか？あ、私も私今日両方食べました。あのなんか焼き上がってた方がわかるというか、あのひき肉じゃなきゃわかるという感じ。あと TikTok みんないっぱい再生してね。あの目が悪くならない程度に、もう視力が落ちない程度にいっぱい再生してください。もういっぱい見て私からいっぱいレッスンをもらってください。レッスンもらってね。ファンサって言ってるけど、まあレスレスか。好きになってもっとファンサしちゃうぞ。そう、もういっぱいもらってくださいね。抜けキスもねはい、そう、視力は落ちないでもう落ちちゃダメもうダメね。だからあのそうだな、何回見ると落ちるんだろうでもね、なんか自分のもいっぱい再生してほしくって、自分でも見ちゃうやっぱり。可愛すぎて燃えたって、ありがとう何回なの？オーレしちゃうよ、それはそれはそう、再生回数わかるよ、投稿のアカウントだと。そうだな、いっぱいはい、じゃあまだ見てない方はぜひ見てくださいね。あ、四つ葉のクローバーがある、幸せ、ありがとう。今日もギフト、ギフト読めない人、読んでる日があってごめんなさい、読みます。だるまありがとうございます。四つ葉のクローバーありがとう。昔集めたりしてたな。で、押し花みたいにしたらぐちゃぐちゃになるっていうバラありがとう。ハートありがとう。アイスクリームありがとう。アイス、アイス、アイスタコありがとう。ハートありがとう、ありがとう。花束ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。バラありがとう。パー、あ、四つ葉のクローバーあったはい、ありがとう四つ葉のクローバー。ファイトありがとう。お餅ありがとうございます。草餅ありがとう。馬だって、ありがとう。餃子かな、馬ありがとうございます。バラありがとう。ハートもありがとう。あ、四つ葉のクローバーありがとうございます。バラありがとう。馬ありがとう。草餅ありがとう。ありがとう、ありがとう。四つ葉のクローバーありがとう。タコもありがとう。草餅ありがとう。風呂敷だ。風呂敷ありがとう。初見です。ありがとう。もしよければフォローしてください。ということで、あ、今日はこんなものを着てみまして。はい。じゃあ、また明日もよろしくお願いします。みんな見てくれてありがとう。おおきに。また。